行っても進出しない地方がある一方で、出店地域内では多数配置して、独占状態を目指す、ドミナント戦略とは、チェーンストアが地域を絞って集中的に出店する、経営戦略。ある地域内における、市場占有率を向上させて、独占状況を目指す経営手法、ドミナント出店、エリアドミナンス戦略、ドミナンスとも呼ばれる。 グループ企業やチェーン店展開を行う、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどは出店する際、集客力を左右する証券について、立地特性の人口、年収、年齢層、主たる、家族構成、昼夜間人口、協業他社の有無、交通アクセス、周辺施設などを調査して、出店の是非を決定するが、ドミナント戦略は、当該地域で、 市場占有率を高める目的で複数の店舗を高密度で展開する手法である。ドミナント戦略には以下のような目的がある。チェーン展開している業種はポスなどを導入してリアルタイムな売れ筋や客層の動向が把握可能だが、孤立店舗は商品輸送などの物流ルートや搬送時間の観点からチェーン展開の利点を生かし、がたい。 日本では、南関東1と3県を地盤とする、伊東洋華道、東海地方を地盤とするユニー、関西地方を地盤とする泉や、滋賀県を地盤とする平和道、和歌山県と奈良県を地盤とする、多くは、四国地方と広島県と山口県を地盤とする富士、瀬戸内地方と北部九州を地盤とする泉などが、アメリカでは、ウォルグリーンが、ドミナント戦略を採用したことで知られている。 コンビニエンスストアの証券は人口1万人あたり1件と言われる一方で、沿道サービス商業施設の一つでもある。CVS の主たる商品は日用品であり身の回り品であるが、売上の大半を占めるものは弁当などの食料品である。これら食料品で食中毒などが起きた場合、営業停止はもとより企業イメージの失墜を意味するため、配送時間には 最大限の配慮がなされている。加えて、小売業の中でも最新鋭のポスシステムを導入することで、地帯のない物流が期待されている。これを経済的な見地から実現するためには、特定地域のみならず、特定路線沿線を、いわゆる一筆書きで搬送できるか否かにかかっている。フランチャイズ店舗は、 本部機構の職員が定期的に視察して効率よく各店舗を周回することが期待されている。孤立店舗は行き来に時間がかかり面談や相談などの時間が減るが前日のような位置、筆書きの工程が組めれば効率よく視察できる。物流面、経営指導面の点から CVS は当初からドミナント出店を重視しているが北海道に拠点を置く。 成功マートなどの地域限定チェーンもあり、物流面を確保してから出展しなければならない面がある。競争が激しい CVS 業界は、ファミリーマートによる AM、PM やサークルケサンクスの買収、ローソンによるセーブオン 3F のフランチャイジー化など、同一証券内に存在する協業他社を買収、囲い込みなどの手段で吸収したり、CVS 米エリア、 南九州サンクスなど協業他社の大手フランチャイザーを倶り替えさせるなどの動きもある。なお、セイコーマートは加盟店の存続を妨げる。可能性を上げて原則として各店舗から半径150メートル以内での出店を行っていない。ファミリーレストランはグループ企業内の関連店舗を客層に合わせて同一証券内に複数配置し高い市場シェアを獲得する。 可能性が高くなる。前期に業種に比べ、消費サイクルの長い商品を扱う量販店では1店舗、あたりの証券が広く、建設費などの設備投資や、先行投資の費用がかかる。加えて、同一量販店であっても証券が異なれば、客層も異なる。地方紙、フリーペーパーなどのローカル紙媒体は、 対象地域内で必要とされている情報に絞って存在価値を高め、販売店や配布箇所を地域内に多数配置して配布促進を徹底することにより購読者を増やし、ランチェスター経営と組み合わせて地域内主意を目指す。これによって地域内での影響力が高まり、情報も集まりやすくなる。特定地域内しか取り扱わないため、 取材と配布にかかるコストも下げられ効率が良い。この方法は Web コンテンツ運営でも応用されており、2010年代前半に盛んとなったいわゆるローカル情報ウェブメディアでは、一都市とか都市の一区域に特化した情報を徹底的に発信することで、同様の効果を得ている。一方、フラットな競争が生じやすい、放送媒体では他局との比較において小さいエリア規模がメリットとなる、 ことは、あまりない。日本のコミュニティ放送の苦戦が恒例。ABC 松村清改海底版世界ナンバー1のドラッグストアウォルグリーン、商業会、2012年、138ページ。ABCD 松村清改海底版世界ナンバー1のドラッグストアウォルグリーン、商業会、2012年、139ページ。セコマのコンビニエンス事業について。株式会社。 セコマ、株式会社、セイコーマート、2019年4月28日閲覧。ありがとうございます。